はいどうもこんにちは人気仮面です今回は本当は中間政権の話ししようと思ったんですけれど、どうやら暴露があったので、そちらの方を話していきたいと思います。はい、今回の英単語は単語というよりも役職名ですけれど、Dean of Students。Dean of Students。意味は学生部長ということで、今回の話に直結します。はい、今回のニュースは、Project Veritas による暴露ですね。 Elite Chicago Private School's Dean of Students brags about bringing in LGBTQ Plus Health Center to teach queer sex to minors. That's a really cool part of my job. Passing around dodos and butt plugs using lube versus using spit. I can project long ago. This is private school, Dean of Students, the 自慢話をしていたっていうことで、その自慢話がどういうことなのかっていうと、LGBTQ+, プラスのヘルスセンターからの人を呼んで、学生たち、これに対しては、対象年齢14歳から18歳、14, 18. まあ、ハイスクールっていうことですね。アメリカでハイスクールっていうと、日本でいう中学3年生から、 高校3年生までっていう感じになるので、年齢が14歳から18歳ということになるわけなんですが、そのぐらいの年齢の子供たちを対象に、ディルドや、あとバッドプラグ。このバッドプラグっていうのは、アナルプラグのことですね。つまりそういう大人のおもちゃとかを配って、どういうものなのか教えていたということで、その一環として、こういうのを使うときに何を使うべきか、このルーブっていうのが、潤滑油。 みたいな風に訳されますが、まあ、こういう性行為の話をしているっていうことはそういう行為に使われるジェルであったりだとかローションであったりとかそういったものの話ですね。そういうのを使うべきかツバを使うべきかみたいなね 具体的にどういうふうに使うかみたいな話をしていたっていうことになるわけです。未成年者に何を教えてんのみたいな感じじゃないですか。で、この人が働いてる学校ですね。フランシス・ W ・パーカー・スクール。シカゴにある結構エリートな感じの学校らしいですね。そういう私立学校なわけでして、この学費が高等部は 4万ドル以上。つまり円で言うと400万以上ということになるわけなので、結構お金がかかるところなんですよね。で、この学校のサイトを見てみるとですね、この学校ね、めちゃくちゃウォークなんですよ。このダイバーシティエ y e リ u i t y i n c l ン s i o n a ン d iversity, Equity, とかね、これもウォークのキーワードだらけですよ、ね。LGBT プライドみたいなのね、この写真に写っている子供たちって多分幼稚園生ぐらいじゃないですかね。そういう子たちに LGBT 祝いましょうみたいな、そんなことをしているような学校なわけですね。で、このプロジェクトフェ t タスに録音録画されたこの学生部長っていうのが、ジョセフ・ブ u ノー、Dean of Students at Francis W. Parker School, Chicago っていうことで、この人がね、そういう子供たちに対して、まあ、どうやら外部の人を呼んだみたいなんですよね。この LGBTQ プラスヘルスセンターみたいな、そんなところと連携して、そっちの方から人を呼んで、 こういうういいいい性行為につててて教えていたっていう話。あと学校にドラッグクイーンを呼んでお菓子配ってもらったりだとか写真撮ってもらったりとかそういったこともしていたっていう話をしていましたね and do photos. こんなねいい大人が未成年者に対してアナルプラグの使い方だったりだとかそういう具体的な性行為について教えてるっていうのはね気持ち悪いですよ本当に。 これはね、もう性虐待の一歩手前ですよ。こういう行為をグルーミングって言うんですよ。そういう未成年者とか子供とかをね、そういう性行為とかが普通だみたいな感じで慣れさせていって、実際虐待する準備をさせるみたいな、そんな感じのものをグルーミングって言うんですよ。この学校の親って、年間400万とか払って、そういう教育をさせるためにそういう学校に連れてってんのかっていう話じゃないですか。 まあでもシカゴだからねもしかしたらめちゃくちゃ極端の親とかだったりしてめちゃくちゃウォークな親でそういうもんだみたいな風に思ってるのかもしれないですけれど I mean, out,、no? でも親として考えられないんですよねというか人間として信じられないんですよでこの人もね動画撮られてるっていうことは知らなかったのかもしれないですけれど結局こういうことがあるっていうことをもう自慢げに言っているわけなんですよね これがあって当然みたいな感じで喋ってるので、ほんとマジで頭湧いてんじゃないのっていうふうに思うわけですよね。一般の人はこういうのがいいとは思わないんですよね。最近ね、こういうふうに学校とか教師とかがめちゃくちゃウォークになってきて、子供たちにね、こういう性について教えてたりだとか、めちゃくちゃ気持ち悪いような奴らとかいたりするんですけれど、そういうこともあって、なんか公立学校とか、 通わすのは良くないよねみたいな話とかは、保守系の人たちの中でそういう話とかあったりするんですけれど、ここでわかるのは、私立学校も安全ではないいとうことですよね、まあ、こういうこともあってね、保守系の人たちの間では、やはり、ホームスクールが一番いいんじゃないか、みたいな風な風潮が出ているっていう感じですよね。あと、ここで、ク e e セックスっていう言葉が出ているわけなんですけれど、このクエ r っていうのが何なのかって、いまいちわかんないんですよね。 辞書を引いてみると、風変わりな、妙な、変な、うかがわしい、いかがわしい、みたいな、そんな言葉が出てくるわけなんですが、アメリカの俗語っていうことになると、偽の、無価値の、酔った、同性愛の、本物みたいな風に出てくるわけなんですが、LGBTQ+, っていうのが、マジでよくわかんないんですよね。まあ、L はレズビアン、女性の同性愛者。G はゲイ。まあ、 多分男性のっていう意味で言ってるんでしょうけれどたまにスラングとかでねレズビアンのこともゲイって呼ぶこともあったりするのでもう全体的に同性愛者っていう意味でゲイって言ったりしますねで B はバイセクシャルでしょ男女両方とも愛するっていうかねそういう恋愛対象になるとか性対象になるとかそういった話なんですよねでトランスジェンダー T ですけれどまあつまり自分の実際の性別と自分の人格が違うんじゃないかみたいな風に感じる人っていう話ですね で、Q が Queer なわけなんですけれど、これがよくわかんないんですよ。本当に。どういうふうに定義されてるのかっていうのがいまいちわかんなくって。で、ね、これら全部に当てはまらないような、なんか、せー、んーよくわかんないんですよね。で、このプラスっていうのが、それ以外の人たちもひっくるめみみたいなね。よくわかんないんですよね。まあ、ここら辺も全部ね、こういうウォークなイデオロギーとか、そういったところに入ってくるわけなので、 この言葉の定義っていうのはね、この人たちにとってはもうどうでもいいみたいな感じなので、理解しようとするのも無駄なのかもしれないですけれど、とにかくはっきり言えるのは、14歳とかの少年少女に大人のおもちゃとか配って性行為について具体的に話すっていうのは気持ち悪いです。 これが正しい健全な教育のあり方だとは考えられないですね。まあ本当はね、いろいろ言いたいことはあるんですけれど、ちょっとグッと押さえてこんな感じでおしまいにしたいと思います。はい。一旦動画終わったんですけれど、ちょっとアップデートがあったので、急遽追加で回しています。この Project Veritas の方のツイッターアカウントで拡散されている情報で、その学校の方が、その学生部長を擁護するような内容のメールを送っていたという話ですね。 でこちらがそのメールの内容なんですけれど、どうやら学長っていうのかな校長そんな感じの人が送り出しているようなんですが、このプロジェクトゥーエルタス自体に対して悪い組織だみたいな感じのことを言っていたりだとか、まあ他にもいろいろ言ってるんですけれど、この太く書いてあるところ、この拡散されている動画っていうのが具体的に話しているっていうこと、そして見ることを選択するのであれば、 拡散しないでくださいっていうふうに言っているんですね。で、学校としては、この学校のカリキュラムであったりだとか、プログラムとか、そういったものを支持して、こういう動画を出す団体を批判するというふうなスタンスを、このメールで示しています。しかもこの動画のことを、LGBTQ+, コミュニティに対する攻撃だとまで言っていますね。それではコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。